道9号線を島根県氷川町から松江方面に走っています。コインレストランコーランに着きました。以前はうどん自販機の左隣に全国的に珍しいカレーライス自販機がありました。でも現在は撤去されました。メニューはきつねうどんとラーメンです。今日はきつねうどんを食べてみます。カウンターはデジタルです。具材はきつね、かまぼこ、青ネギです。この自販機は先に出汁が入り最後にお湯が入ります。なので食べる前はよく混ぜましょう。ご視聴ありがとうございました。